おはようございます。次男ガボ2代目店主、長谷川です。あなたの学児選びのお手伝いをしております。はい。えー、今日の気になったネットニュースチェック。まあ、ここのところ毎日、えー、巨人の話題なんですが、えー、今日も巨人の話題です。えー、ね、13連敗からね、えー、やっと連敗阻止で、えー、勝利した巨人なんですけど、また昨日、 日本ハムに負けちゃったみたいですね、連勝ならずと、えー、また連敗、解答進んだりしなければいいんですが、えー、吉野部監督の心中はいかにって感じですね、本、ね、当、巨人、大砲、玉子焼きみたいなね、まあ、上昇軍団みたいなイメージがある巨人がね、これだけ弱いっていうのもちょっと珍しいですからね、ニュースになるんだと思います、はい、今日も1日も、えー、頑張っていきます。 次男が棒は負けないようにね。連敗しないように。まあね。頑張っていきます。どういう意味だかちょっとわかんないですけどね。はい、今日も一日ありがとうございました。今日も一日よろしくお願いします。次男が棒の長谷川でした。